こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきたいと思います。今日はですね、ゲーテのヘルマンとドロテア、はい、についてですね、今ご紹介しているのはこの国松浩二さん役のヘルマンとドロテアで、これは僕は中学2年の時から持ってる本なんですけどね、読んだのはこっちの世界文学全集ゲーテの中にヘルマンとドロテアが入っていて、藤戸昌司さんっていう人の翻訳でこっちで読みました。ですね、こっちの方はこんな感じにね、こう叙事詩のように配置されてますね。詩のように配置されてます。ゲーテはこれを叙事詩として書いてるんですね。で、昔、これで読んだ時はですね、読んだんでストーリーは知っている。あっちこっちでね、ゲーテ関係の本なんかでは、ヘルマンとドロテアって、よく紹介されるんで、中身知ってる人も多いと思うんですけど、この国松浩二さんのはね、こういう風になってます。だから、どの道翻訳してしまえば、ゲーテが叙事詩、詩として書いたものの効果は全てなくなるので、こうやってこう、普通の叙情詩ならね、心情や恋愛関係のものを歌う、自然への感動を歌う、叙情詩であれば、改行して翻訳しますけど、叙事詩となるとね、もうこうやって小説のように翻訳するっていうのが、浄土ですかね。叙事詩といえば、代表作は、ホメロスのイリアスと、こっち逆ですね、オデュッセイアですね。で、このオデュッセイアなんかは、まさにね、こうやってこう、小説のようにね、こう、これ歌なんですけど、翻訳され、こっち確か1万2000行だったかな。イリアスが全部で1万5000行の、歌なんですね。で、このイリアスもね、この翻訳はもうこうやって、小説のような改行しないような感じです。ただホメロスの場合は神々が出てきてね、遠いこうもうこう我々が住んでる近代社会とは違う別のこう世界観なんで、今みたいなね、小説仕立てであったとしても詩のような雰囲気を感じるんですけど、ヘルマンとドロテアはね、この小説自体で読むとね、面白くもなんでもなかったんですよ、正直なことを言うと。で、ゲーテは一番、この作品がね、ゲーテ自身は最高にこれが一番好きだって言ってるし、ゲーテのお母さんもね、息子の書いたこれをもう、飼ってる猫だったかな、猫のように大事にしてるみたいなことを言ってたような、そんな記憶がありますけど。でも、これで読むとね、小説というよりセリフが多いので、戯曲のような感じになるんですけど、なんとなくね、正確に読みやすいのかもしれないけど、僕はヘルマンとドロテア、叙事詩だと言われて読んで、こんな感じで読んでね、歌として、叙事詩として読めましたね、今回は。で、それは、3年前にオデュッセイアを、ちょっとね、再読をしたのを機に、めちゃくちゃ面白く感じて、今年になってね、イリアスをちょうど上巻読んで、下巻ちょっと読んでるぐらいで、これも一応再読ですけど、最初に読んだ時のことはほぼ何も覚えてないんで、初めて読んでるようなもんですけど、オデュッセイア読んでイリアス読んだら、ホメロスって面白いねって感じで、ホメロス的な雰囲気は頭の中にできてて、翻訳とはいえ。で、ホメロスをものすごい意識してね、今回はゲーテ、今回はとかヘルマンとドロテアって書かれてるんで、こうやってこう歌の雰囲気でね、これホメロスの歌と思って、そうやって読めばいいんだなと思って読んだらね、いや、死ぬほど面白かったっていうかね、いや、めちゃくちゃ面白かったんですよ。この小説風の翻訳ではわからなかった。この辺翻訳の限界ってやっぱあるんですけどね、小説風の翻訳では味わえなかったものが、この藤戸昌司さん、この藤戸昌司さんの翻訳の方が、さっきの国松さんの翻訳よりもね、国松さんの翻訳参考にしましたって後書きで書いてるんで、こっちの方が後なんですけど、これはね、とても読みやすくし、歌と思って読むととても面白かった。で、国松さんの本にはなかったところなんですけど、ここね、序文が書かれてるんですよ。で、この序文は何が書かれてるかっていうと、序文というか、序の詩ですね、序詩。これはね、もとなく、
自分の人生はホメロス、まあ、若きウェルテルの悩みの中でもね、ゲーテ、ウェルテルがホメロスいっぱい読んでますよね。で、まあ、ゲーテはホメロスを、まあ、古代ギリシャ語で読める人だったわけですけど、まあ、ホメロス大好きだから自分のこう文学的礎石、礎の部分の今回はそのホメロスにこだわってこれを書いてみたということで、叙事詩として書いてるわけです。で、そのところにね、さっき言ったこの叙詩というのは何が書いてるかというと、まさにそんな決意表明みたいな、僕は要はホメロス族、ホメロス族の最後の一人であってもよいと、まあ、この解説読むとね、ホメロス族、まあ、ホメロスの一族だって意味ですけど、ホメロス族ってのは、まあ、ホメロスって、今、まあ、一応一人の名称になってるけど、無数の吟遊詩人があちこちで、オデュッセイアとイリアスの、イリアスってトロイって意味ですね。イリオンって、トロイのことをイリオンって言うんですけど、イリオンの歌でイリアス。だから、まあ、トロイの歌。で、このオデュッセイアとトロイのことを歌う歌。15,000行と12,000行、合計27,000行。これを無数の吟遊詩人がそれぞれ歌っていて、最後に編集しただけみたいな風に言われてるんですけど、まあ、ゲーテの時代はね、そっちの説の方が強くて、無数のホメロスがいたんだってことで、それでホメロス族、その無数のホメロスのことをホメロス族と言ってて、で、最後はゲーテはね、いや、やっぱりホメロスは文体から言って一人だったって言うんですけどね。で、今日では、イリアスを書いたホメロスとオデュッセイアを書いたホメロスがいるみたいな感じがね、現在の定説化してます。なんかこのイリアスとオデュッセイアでね、世界観があまりにもこうかけ離れてる感じ。例えば日本で言えば、イリアスは江戸時代の文体で書かれているというか、江戸時代の世界観だけど、オデュッセイアは現代の世界観だから、これはやっぱり一人の人間違うだろうみたいな、そんな雰囲気らしいです。詳しくは知りませんけどね。で、まあ、要はですね、自分もホメロス族だと。で、これをね、ホメリーデンって言うんですって、初めて聞きました、ここで。僕はいろいろ雑学は持ってる方だけど、ホメリーデン、ホメロス族のことをね、ホメリーデンって言うんだそうでね、ダンテも自分はホメリーデンの一人だってね、新曲書いて言ってたそうです。でゲーテはまさにこのヘルマンとドロテイアを書くことで、最後のホメリーデンになってもよいと。いうことでね、まあ、ホメロスの一族の最後のものとして、私はヘルマンとドロテイアという、この現代の英雄叙事詩みたいな感じでね、書くわけです。で、このヘルマンとドロテイア自体は、もともとはね、こう、プロテスタントを弾圧したザルツブルクの司教によって、弾圧されたプロテスタントの難民の話、ゲーテより100年ぐらい前の話らしいんですけど、まあ、それをゲーテ時代にアレンジして、ナポレオン戦争で、戦争の難民としてこう、ザルツブルクのね、プロテスタントの難民じゃなくて、戦争難民ということで書いたっていうことがありますね。で、このナポレオン戦争というものを、このヘルマンとドロテイアという、こう、小窓からね、世界劇場を見るっていう、そんな試みでもあったらしい。で、このストーリー自体はね、フォスさんという作家が、ルイーゼという、やっぱり芝居家、小説家、叙事詩を書いたらしいんですけどね。まあ、同じネタ。なんか、現実にあったかなんか、そういう民話的なネタがあったみたいですね。で、このルイーゼの方が高く評価する人もいて、クロップシュトックとかね、オーストリアの有名な劇作家ですけど、クロップシュトックなんかはルイーゼの方がヘルマンとドロテアよりもいいって言ったりしてるらしいんですけどね。まあ、ちょっとね、ちょっとこう、ゲーテがアレンジしすぎて、ちょっとやりすぎじゃないみたいなところもあったりするんで、そういうことを言われるみたいなんですけど、まあ、いずれにしてもですね、あ、そうそう、それでこれはあの、バンカのリーズハ男爵が、自分の養子のグスタフにね、ゲーテ全集を揃えてあげて、最初に読んでいいぞって言った、最初に読んだらって言ったのがヘルマンとドロテア。で、ドイツでは若きウェルテルの悩みよりもヘルマンとドロテアの方がよく読まれる。まあ、ゲーテといえば、まあ、ファウストでもウェルテルでもなく、あれですね、ヘルマンとドロテアっていうね、まあ、こう、わかりやすいわけです。とてもわかりやすい。もう読んでその通りみたいな。あ、でも、こう、詩情豊かで人の心があって、で、こうなんかね、神言、格言みたいなこともたくさんあるんです。で、このホメロスもね、神言、格言みたいなようなところがたくさんあって、古代ギリシャでは、何もかんもホメロスのイリアスとオデュッセイアを読んだら、そこに全てがある。
っていうね、まあ、東洋で言えば、この中に孔子も老子も李白も徒歩も全部あるみたいなね、そんな勢いで、易経も詩経も来記も春秋も全部あるみたいな、この全てが詰まったのがイリアス・オデュッセイアというような感じなので、まあ、まさにね、それを近代のゲーテという個人が、その H でもって書いたのがね、ヘルマンとドロティアです。あのストーリーはめっちゃほのぼのして面白くて退屈しないんですよ。ただね、これで読むと、まあ、これがしっくりくる人もいると思います。戯曲として読むとこっちの方がいいかもしれないですけど、これ叙事詩として当然読めないし、小説として読むとセリフばっかりでちょっとみたいな、感じにもなって、ちょっとなんか僕には読みにくかったんですよ。なので、まあ、さっきから言ってるようにですね、この叙事詩と詩のような形でね、あ、これはホメロスと同じで歌として、読むといいんだなって感じでね、いや、歌として読むとこう、あ、歌、これを歌として表現したのかと。だから小説の作り方とは全然違う。まさにホメロスなんですよ。このヘルマンとドロテアは。というのをね、この年にして初めて気がつきましたね。で、ホメロスだなと思って、ホメリーデンですね。ラストホメリーデンゲーテの近代の叙事詩、ヘルマンとドロテア。素晴らしいなと。生まれて初めて思いました。今更ながらゲーテのヘルマンとドロテイアについて今日はお話をしました。いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。